俺は常に契約を守る。貴様らには全員死んでもらう。見てみな。俺の忍耐を試すな。そう簡単には使わせんぞ。見つけたのか？誰がそこに置いたんだ？ハッキング中。よし、次はもっと危険なおもちゃが待っているぞ。おしまいだ。抵抗するのはよせ。見つけたか。だが使うまで生き残れない。貴様らが恐怖を感じるとクライアントが喜ぶ。怯えろ子供たち。俺は全然構わない。必ず見つける。みんな行くぞ。このドア開かない。頭に弾をぶち込んでやる。その方がすぐ終わる。鍵がかかってる。おとなしく死ね。このガキどもが、俺を前にして望みはない。逃げろ、隠れろ、何の役にも立たんがな。お前の痛みも終わらせる。これでもバカになんかできなくなるぞ。助けないぞ。本当に助かった。
やばかった。君は命の恩人だ。言うだろう、痛みなくして進歩は得られない。怒らせたらますます大変になるぞ。みんな具合はどう？危なかった。守り神のおかげだ。とは騙しやがり。覚悟しろ。よく見てみるわ。行くよ。必ず見つけてやる。焦るなよ。時間ならたっぷりある。本当だ。来て、回復させる。クライアントから生き残りが多すぎるとのクレームだ。これから方針を変える。なんでまだ生きてるのかわからんが、まあそう長くは生きられない。わずかだが進行させたな。頑張れ。俺が止めるがな。
った。実を言うと、貴様らがここまで残るとは思わなかった。君に聞いた。だがまだ自由じゃない。おとなしく死に。無力なガキども、逃げないと死ぬぞ。みんなもっと急げ。仲間は悲しまないだろうが、お前の強さを失ったことは痛感させてやる。実を言うと、貴様らがここまで残るとは思わなかった。だがまだ自由じゃない。よしよし。よしよし、よくやった。だが所詮力不足だ。